当です。テンスの花はこの扉の向こうに咲いていると書物に記されていました。最後にこの扉が開かれたのは一体いつのことか、私には想像もつきませんが、この洞窟に流れる清き水が今もテンスの花を育み続けてくれているはず。さあ、行きましょう。あれは、ヒッヒッヒッ、燃えろ燃えろ。忌まわしきテンスの花はこの魔導鬼ベドラー様が全て焼き尽くしてくれるわ。やめろ。お前らはエテーネの民か。なるほど、危機を察してこの花を取りに来たというわけじゃな。じゃがそうはいかんぞ。時を超える力を秘めたお前たちにこの花を渡すわけにはいかんからの。時を超える？キーッ、やっぱりそうか。こんな大切なことを忘れ去ってしまうとは、エテーネの民は果てしなく愚かな者たちじゃ。だが、忘れていようがいまいが関係ない。エテーネの民は皆殺しじゃ。燃え
バカな。じゃが、たとえこの身が果てようとも、冥王様より与えられし使命だけは。の花が全部燃えちゃった。時を超えるとかなんとかわけのわからないこと言って、私たちの邪魔をするなんて信じらんない。古い書物によると、私たちエテーネの民は遥か昔、自由に時を超えられる時渡りの術という能力を持っていたそうです。ですが、時渡りの術を使える者は時代とともに少なくなっていき、数百年前に完全に失われたのだとか。そうだったんだ。今はもうない能力なのに、そのためにこんな目に遭わされるなんて、あまりだよね。ダメだ、見つからない。テンスの花が一本でも残っていれば、おばあ様の言いつけを果たせたのに。仕方ありません、村に帰りましょう。他に大いなる災厄を止める手立てがあるかもしれません。どうしました？あそこ光ってる。光？私には見えませんが。私には見えるの。これ。見つけてくださいました。これさえあれば村を滅びの運命から救えるかもしれません。私も役に立てて嬉しいな。きっとここで天使の花を見つけるのが私の役目だったのね。お兄ちゃん、私をここまで連れてきてくれてありがとう。さあ、この花をおばあ様に届けなくては。急ぎましょう。
おかしいですね。魔物たちが一匹もいないなんて。雷が落ちた方角って村の方角です。急ぎましょう。何なんだこれは。時間が止まってる？まさかこれ。嫌だよお兄ちゃん、私を一人にしないで。やめて、やめてよお兄ちゃん。お兄ちゃん、消えた。まさか今のは。天使の花は私が命に変えても必ずおばあ様に届けます。間に合わせてみせる。見たぞ、こいつです。冥王様、あの術を使いやがったのは。やはり時渡りの術を使う者が現れたか。だがネズミ一匹逃がしたところでこの冥王ネルゲルを阻むことはできぬ。冥王とはあまねく死を滑る者。生きとし生ける者が死から逃れられぬように何人たりとも我からは逃れられぬ。忌まわしき時渡りの術者よ、灼熱の極炎でその身を焼き尽くしてやろう。
エテーネの民、さあ目を覚ましなさい。冥王の力によりあなたの命は尽きましたが、その魂にはまだ果たすべき使命があるのです。隔絶された島で生きてきたあなたたちエテーネの民は知らないでしょう。あなたたちの島の外にはアストルティアと呼ばれる広大で偉大な母なる大地が広がっていて、そこにはあなたたち人間の他に様々な姿をした種族が今も暮らしていること。これより五人の神々があなたに力を貸してくれます。さあ神の像の前に行き、どの姿に生まれ変わるか決めるのです。